ディラースコフィディオ・レンフロ、ディラースコフィディオ・レンフロは、建築、視覚芸術、舞台芸術を統合したアメリカの学際的なデザインスタジオ。ニューヨークを拠点とするディラースコフィディオ・レンフロは、エリザベス・ディラー、リカルド・スコフィディオ、チャールズ・レンフロ、ベンジャミン・ギル・マーティンの4人のパートナーで引き、建築家、アーティスト、デザイナー、研究者のスタッフと共同している。 1999年、マッカサー財団は、エリザベス・ディラーとリカルド・スコフィディオに、建築と現代文化の問題を統合する取り組みに、対するフェローシップを贈呈彼らは、最近英国王立建築家協会フェローになり、アメリカ芸術科学、アカデミーフェロー就任。2012年、エリザベス・ディラーは、アメリカ文学芸術アカデミーに選出され、アスペンインスティチュート、 ハーマン・アイズナー・アーティスト・イン・レジデンスに選ばれた。2013年には、バーナード・コーロー・クン賞を授与。ディラー・スコフィディオ・レンフローが受信した、他の権威ある賞と名誉は、以下の通りスミソニアン国立デザイン賞。アメリカ芸術文学アカデミーからのブルナー賞。オフ・ブロード・オーエイの劇場制作で、オビー賞。ローマのアメリカンアカデミーの100周年記念勲章。アイア大統領賞。 アイアメダルオブオーナー数多くのプロジェクトでアイアデザイン賞を受賞。2003年、ホイットニーアメリカンアートミュージアムからは、非伝統的観光を評価し、スタジオの作品の開顧展を開催。2009年、エリザベス・ディラーとリカルド・スコフィリオは、タイムマガジンの世界で最も影響力のある100人に選ばれ、チャーリー・ローズとの1時間のセグメントで紹介された。2010年、 ファストカンパニーはディラー・スコフィディオ・レンフローこの業界で最も革新的なデザインプラクティスに、そして世界で最も革新的な50社の一つに選出。建築、インストールとキュレーション、パフォーマンス。ありがとうございます。